皆さんこんにちは、カリチャンネルののぞみです。今日は皆さんにお知らせがあります。この度信長なんなんさんに再び出演させていただけることになりました。皆さんが見ているこの YouTube が流れている次の日、明日ですかね。地域によっては違うところもあるかもしれないんですけれども、明日スペシャルで再び登場させていただきます。ありがとうございます。今日はですね、その撮影の裏側などをお伝えできればと思います。それではどうぞ。はい、前回信長なんなんさんに撮影同行していただいたのが今年の3月、2月末から3月ぐらいだった気がします。もうね、料金も終わりでバタバタバタみたいな感じだったんですけど、今回また料金が始まってすぐですかね、その後どうですかっていうことでお話をいただきまして、とにかくまずは関係各社の皆様ありがとうございます。お疲れ様でございました。この後撮影が終わった私とは違って皆さんにはいろいろあると思うんですけれども、無事に明日放映できるのを楽しみにしております。今回も結構いろいろありまして、トラブルなどもありまして、前回に初めて参加させていただいた両隊の巻狩りに今回も再び参加させていただきます。巻狩りっていうのは結構漁をしない方からしたらうわーって思うかもしれないんですけど、漁師さんにとってはもう日常のことなのかな。私が参加させていただいた両隊もやっぱりこうコンスタントに毎週のように巻狩りを行っています。漁をしない方からしたら賛否両論、やっぱりこう生き物なのであるとは思うんですけれども、私たちが普段食べている国産のお野菜を食べるための裏側にはそういった方たちの努力、獣害などもありますので、そういった努力もあるのかなっていうのをお伝えできればと思います。少し不安になっていることは、私たちが撮影してそして編集しているわけではないので、どのように放送されるのかっていうのがすごくこう不安ですね。毎回そうなんですけれども、あとはテレビに限ったことではないんですけれども、今回丸4日間5日間同行取材をしていただいた中で、おそらく放送されるのっていうのはほんのわずか、本当にほんのわずかだと思うんですね。その中でお伝えきれないところもあるかもしれないですし、もしかしたら言葉が足りなくて放送時間が少なくて誤解させてしまうこともあるのかもしれないなっていうのがすごく不安に思っておりますが、本当にたくさんの方々と行った、プロジェクトじゃないですけれども、この今回の巻狩りっていうのの現場の雰囲気とかそういったものを皆さんにお伝えできればと思います。今回ちょっと面白かったっていうか、こうあって思ったのが、今回も前回もディレクターさんは同じの方なんですね。そのディレクターさん H さんなんですけど、こうやっぱ最初は寮のこと何も知らない状態で初めましてっていう感じだったんですけど、日々勉強、寮のことを勉強されていて、なんか今回会った時すんごい詳しくなってて、カメラマンさん何人かこう寮っていうのはこういうのでっていうのをそのディレクターさんが説明してるんですけれども、普通にそのディレクターさんが仕事タッフがいるから普通に寮の用語で説明をしてて、セコって何ですか、タツって何ですかみたいな質問を受けてて、セコっていうのはみたいな感じでこう普通になんかこうすごいなと思って、プロだなと思って感動しました。ある程度のその法律、例えばこうラジュ銃を裸で道路で出してはいけないですよとか、そういった法律なんかも結構詳しくなってて、おっと思いましたね。うっかりH さん漁始めたらどうですかってお誘いしちゃいました。やっぱりなかなかこう都会に住んでる方なので難しいかもしれないけど、私たちの漁隊は多分受け入れてくれるのかなって思いますね。すごくこう和気あいあいと最後漁隊の皆さんとテレビの方たちで火を囲んで団らんしたりもしました。漁隊の方々がすごくあったかくて、私も最初すごい不安でお腹痛かったんですけど、新しいコミュニティで
しかも私は新人でプロの方たちで足手まといになったらどうしよう、なんか痛いもんやだって思ってたんですけれども、実際にこうお会いしてみたら皆さんすごくフレンドリーに話してくださったりだとかその寮帯の中の何人かの奥さんの名前がのぞみさんなんですって。さらに娘さんの名前とかものぞみさんとかの方が結構いらっしゃって、なんかこう嫁と同じ名前だとか娘と同じ名前だとかって言ってこう優しく接していただきました。結果はね、テレビの放送を皆さんに待っていただければと思います。撮影中に仮チャンネルの斉藤さんが撮った動画の方もありまして、そちらも放送後に仮チャンネルでテレビ未公開映像として出ますので、そちらも楽しみにしてください。斉藤さんはよりテレビの方たちよりもより中に入ったところから撮っているので、テレビでは見られない感じのより漁師に近い、斉藤さん漁師なんですけどねより私に近いところで撮影していますので、そちらも楽しみにしてください。私がこういったメディアを通して伝えたいことは、漁師っていうのは都会に住んでる方からしたらすごくこうなんか遠い感じに感じるかもしれないんですけど、私も本当4年前5年前ぐらいまでは東京でバリバリ働いていたんですね。茨城県に来て畑を始めて漁師になって今に至るわけなんですが、漁師っていうのは特別な存在ではないっていうのをお伝えしてほしいですね。私も東京で感じてた時は獣害っていうのは感じたことがなくて、よくて生ゴミを荒らすカラスがいたら嫌だなぁぐらいしか考えていませんでした。こっちに来ておばあちゃんとおじいちゃんの畑をやる上でいろいろといろんな問題に直面して漁師になったんですが、皆さんが日々食べてる野菜、カフェとかで国産のお野菜っていうのを推してるカフェとかも東京にはいっぱいあると思いますし、物産展とかもよく開催されてますね。自分の国で作ったものを自分で食べる文化っていうのはすごく大切なことになっていきます。日本はすごく食料自給率が低い国なので、自分の国で作った野菜を食べるためには畑をやらなきゃいけなくて、畑をやっていくためには守ってくれる漁師さんの存在が必ず必要になってくるんですね。漁師を全く身近に感じたことのない方でも国産の野菜を食べたことあるかなと思うので、実は遠く間接的だけれども関係はしてるんだよっていうのをお伝えしていきたいです。そしてより大切だと思うのは、すごくこう漁師っていろんな立場と背景があるんですね。私はイノシシを取る、鹿を取る人もいる、クマを取る人もいる、カラス、カモも実はすごく、カモってすごく可愛いんですけれども、お米農家の人からしたら稲を食べちゃったりするのでカモを取る人もいる。その中で犬を使って巻き狩り、今回の巻き狩りもそうですけれどもやる人もいるし、駆除としてやってなくても趣味でやる人ももちろんいる。私は皆さんにその漁の多様性っていうのを知ってもらえたら嬉しいなっていつも思っています。テレビを見て私のことを初めて知る方もいらっしゃると思いますが、やっぱりこうびっくりしてしまうこともあると思うんですね。イノシシを撃っちゃうの？え？みたいなっていうふうにびっくりしちゃう人もいるかと思うんですけれども、命の単位っていうのはすごく難しいし、人はどんなにこう言い繕っても他の命を奪わないと生きていけないっていうのを私はこちらに来て身を染みて実感しました。この命を奪うっていうのは自分の命を守るっていうことにもつながっていきます。すごくこう難しい話だとは思うんですけれども、これからもきっと生きていくのに他の命を奪いながら生きていくと思います。なので私は包み隠さずこの命を奪う工程っていうのをありのままに皆さんに見てほしいなと感じています。はい、いかがでしたでしょうか。今回は信中なんなんさんに出演させていただくにあたっての告知や、そして私の考え方などについてお話しさせていただきました。地域によっては放送日時とか変わってくるかもしれないんですけれども、基本的には明日ですね、放送ぜひ見ていただければと思います。
これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。